とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ナイトメアモッド、やっていきたいと思います。むちゃくちゃ難しいモッドですね。でも、これならね、いける気がするんですよ。機械仮想ブレードの、重力、アーティファクトシナジー、ダイナモリフレッシュ、だね。これの釣り竿連打をすると、こんな感じなのよ。2400万をこの超高速でダメージ与えれます。でさらにドラを入れると、あー切れちゃったな。ドラを入れるとさらにダメージが増えて、2400万からこれぐらいまで上がります。7400万、だよ。これだったらね、多分いける気がする。余裕で倒せるでしょ。うん、まあまあ、普通じゃ、ちょっとクリアできそうにない、ハテナハテナハテナのナイトメア、行ってみましょう。それでは、行きます。ダイナモを貯めるのがね、やっぱり問題だと思うんだよね。できれば10ぐらいで敵を倒せればいいんだけども、敵の HP がね、バカ高いからね、いけるやん。いけるいける。いけるぞ。これね、ダメージを食らったとしても、2400万の 6%。うん。150万ぐらいか。それぐらい回復するんで、ダメージ受けたとしてもね、死なないと思うんだよね。おそらく。あ、ちょっと待って、やばい。おお、あ、いや、待って待って、ダイナモ9ぐらいでいけるぞ。あ、そこまでダイナモ貯めなくていける。10あれば十分だね。全然いける。ダメージすら受けない。あ、全然いいじゃん。全然いいよ。あ、もう移動もね、快適快適。うん、普通に敵がいるところまで移動したりするとダイナモはそこそこ溜まるんで、これはいけるか。あ、いけるね。ダイナモ6でも倒せるわ。ダメージ食らっても回復する。あ、6でもいける。そんなもんか。ああ連打が止まるとダメだ。うん、あの連射パッドの調子次第で死ぬこともありますね。でも俺が多分今指を若干離した、それがあると思う。でもそれがない限りまあ死なないね。あ、でもね、問題は、遠距離の敵だな。遠距離の敵。あいつらを、どう処理するかか。難しいな。あ、それはあれか。アーティファクトを、そうね、ドラは基本的に、使わずに倒していけるのよ。もう、ダイナモ10ぐらいで、全然倒していけるんで、あ、1じゃ倒せないな。1対1ならいけるけど。うん、なので、ドラのところを、別のやつにしていけばいいか。あの、トーテムにすればいいか。いけるか?キャプテン。いけるね。キャプテンも倒せるね。マジか、いけるじゃん。キャプテンまで倒せる。これは、なんだろう。遠距離系の敵が出ない限り、全く問題ない。うん、普通のステージと何ら変わりはなく、行くことができてますね。いやー、楽勝すぎる。はいはい。まあまあ、問題はボスだ。ボス。ボスが、どんな感じで倒せるかだよね。そこ次第だな。お、レベルはやっぱり上がるね。経験値すごいからね、ここ。経験値すごいから。あ、味方回復のね、高耐久になっても全然対応できる。はいはい。ちょっと、これは、ボスをどうするかだな。ボスはね、多分 HP 高いから、どうしましょうか。あ、そうか、もうボスはさ、リフレッシュいらないもんね。リフレッシュいらないから、ここは超火力で、
もう一気に削り切ったら、倒せるんじゃないだろうか。この火力だったら多分いける。ダイナモ痛みサイクル。うん。あ、これ、輝き入れてもいいかもしんないね。若干なりとも回復するんで。あ、弱体化とかでもいいか。うん。そういうので入れてれば、ちょっと違うと思う。そうだ。痛みサイクル入れとかなきゃいけなかったね。OK。痛みサイクルの、ダイナモ20。そして、ドラ。入れていけばどうだろう。普通じゃ勝てないけどね。普通じゃ勝てないけど、これだといけるんじゃない？行ってみます。いけ！減らせる！ゴリゴリ減らせるじゃん！倒した！マジで！いや、余裕で倒せる。はい。やっぱ2億だからね、一撃。2億をあんだけ高速で当たれば、さすがのこのめちゃくちゃ HP 高いボスでも倒せる。これナイトメアいけるぞ。はい、ということで戻ってきました。今日はね、これ使ってみてます。機械化装ブレードの重力アーティファクトシナジーダイナモリフレッシュですね。ナイトメアの敵でも全然やれる。ダイナモが20溜まってなくていいもんね。7とか8ぐらい。それぐらいで敵を粉砕していけるので、いい感じです。ダメージを受けても、6% 吸収でこと足りるし、まあ、危なくなったら、ポーションバリア使えば、全然切り抜けれると思うんだよ。で、あとは、あれだな。遠距離の敵。あまりにも遠距離が多かったら、ちょっとね、厳しいかな。なので、アーティファクトを、羽、釣り竿を、トーテムにすると、行きやすいかな。実際、道中でドラは使わなかったからね。なので、そこを、トーテムにして対応していってもいいのではないでしょうか。ちょっと難しいかもしれないけども、意外といけるかもしれない。はい。まあ、とりあえず、今回使った装備は、これぐらいのダメージを出せます。2400万。で、ドラを使うと、7400万か。すごいね。この威力はすごい。で、ボス戦で使った、これ、壊れた装ブレードの、ダイナモ痛みサイクル。これもね、ボス用で厳選したいね。ダイナモ痛みサイクル、重力、リフレッシュ。いや、違うな。もうボスの時は、リフレッシュがほぼ効かないんで、火力特化にした方がいいね。ダイナモ、痛みサイクル、アーティファクトシナジーの重力あたりか。虚無とかでもいいかもしんないね。それを探してみましょう。いや、出ないよ。それは厳しいと思う。なかなか難しいと思うけどね。はい。まあ、とりあえず、この装備、全然、ナイトメアでも通用する装備でした。よかったよ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。